俺は床下。何のアピールしてんだ。はい、こんにちは、ダス。おーし、お前ら。え？いいか。全然ピンとこない。いいから。試合に備えないと。はあ、それはあるね。なんで？でもなんか全然違う。妥協した愛に意味はない。ああ、そうなんだ。一つ相談がある。俺？信じてるぜ。わかった、俺がビシッと言ってやるよ。はい、今回もまた島松やってるんですけども、前回のイベントの結果報告の前先に、次のイベントのね、今始まったイベントの方の紹介だけバーッと投げると流しましたけど、改めて見ていきたいと思います。自分はあんまり把握してないんで。何のアピールしてんだ。まずこのキャラクターが、これが一応イベントでもらえるキャラ。もっと選ばれたい。で、和妖怪ガチャ。顔がね、あ、可愛かったり、なんか怖かったりね。で、あと、メンテが終了したところだったので、いろいろもらえるんですよね。もらえたはず。クルザに関する不具合。どうしたじゃ？可愛くない。クルザポイントが増えない。散歩？スキルが発動しない。俺は孤独に行く。ほうほう、いろいろあるんですね。よくわかんないけど、クルーザーポイントが5ポイントで増えない現象。口に星屑がついてるぜ。どうしたじゃ。あとなんかアイテムがね、ちょっと乱暴すぎだよね。新しいアイテムが動画を何のアピールしてんだ。再生することでなんかできる。確かポイントは一定時間だけアップするやつだったけど、それが動画が再生されない可能性がある。されない場合でも発動しておりますと。あっぶね。はいはい、じゃあ進めましょう。まずは前回のイベントのやつをもらおう。冒頭にね、見せた通りに、こんな可愛いのに、
俺は孤独に行く。3966位。でチケットが2枚。ちょっと乱暴すぎだよね。はあ、主役か。これいいだろう。でまあ実際解放したのはねここまでなんですけど、ね、2万ポイントでちょうどちょうどイベントストーリーをね解放しただけでは、まあちょっとね、いろいろミニコピとかいろいろあったっていうふうに思っていただければまあ妥協ねあくまで妥協ということで、先にちょっとストーリーだけ先にバーッと見たいと思います。ストーリー3。寒い。別にいいけど。そうだな、終始末が確か行く気すぐ終わらせたってたんだな。うん、よーし、野球から。野球？え？じゃあこれは？何それ？いやはい。トスバッティング。え？野球なの？いいね。なんで？行かせんが嫌だ。ね、まずいよ。きっと、とってはそういうところ分かってるんだ。おい。この可愛い顔してそういうことするんだ。誰か病院送り。そんな怖いの？僕にいい考えがある。雪だるま。はあ、果たして平和なのかどうか、雪だるまが。なんだよ。無理なんだけど。確か石子松はなんか雪遊びで、13話の雪遊びでいちご松とあとからまつにさんかそれぞれととこちゃんと自分を作ってたと思うんだけど、もうやめる、いくぞ。乗った。いや、あの、おお、あ、なんでもよかったです。ふん、じゃあ行くぜ。よし。ここはいい。わかるな。マジ、なんなの？みたいだね。まあ、こんなもんか。うん。やれやれ。だって。ほら！うわっ！ふふ。チンタルマか。うん。うんうん。うわぁ、さすが。それが女子かって言われるんだ。できてる。いいね。ああ、猫の雪だるま。だろうね。サクセス！はい、来た。うわ、出たよ、何これ。痛いね。このセリフって確か、あれ13話のセリフじゃないよね、これ。早速使ってる？もしかして。絶望、オブカラス。はぁ！あー、
雪遊び2と一緒のこと起きたな。そうそう。よいしょー。ちょ、いや、いや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 、ちょっと待って。はぁ、よっしゃー、まだまだ。正直どんぐりの背比べだな。はっきり言われた。そのセリフがぴったり合うよ。となるとどうなる。あれ、腰痛い。相談があるんだけど。外に置いてて大丈夫。いやね、まずいよ。え、それ言ったら。え、ああ、いや、そこは。ああ。ん、何作ればいい、言葉には。無理もないよ。確かに。うるせえ。どうすんの。さ、これはどうなの。まさか冷凍庫とかないよね。そっか、行くぞ。行こっか。ん、こっかんな山頂。どこ行ってんの。なんでなんでなんで。あかんあかんあかん、取っていい。中島との雪だるま作りは終わらなかったっていう時が怖いな。だいぶ。さあ、今回チケットをもらえたのは2人だけなので、はい、そっか、家庭で2枚手に入ってるから4人か。とりあえずそうだな、とりあえずストーリーの雪遊び楽しいね。クルサ納品時の獲得経験値が 10% アップ。はあ、はあ、これはいいかもね。よし、もらおう。10% アップはいいね。でもさっきなんかアップしなかったとかあったら不安だけど。おりゃあ。おりゃあだから。今のオリアは、オリアだから、いろんなオリアがあるんだよな、重視マスの場合。どのオリアだ。3話でもあるし、違うかな。ちょっと、特定できなかった、今。いろんなオリアありすぎて。17話でもないし。21は神松。どうだろう。次ね、パッと見て可愛かった。おそ松にさ、いいか、お前らそこから動くなよ。この顔が可愛い。可愛いからだ、おそ松にさ。いや、毎日毎日寒いね。あ、これは11期12話、確かスペシャル、スペシャルおそ松さんだったっけの冒頭のセリフだったはず。年末スペシャルさんだ、正しくはの冒頭のナレーションのね。あー、どうしよう、かわいい、かわいいから集めればよかったな。
もっと、悩むなこれ。可愛いんだよな。二人は諦めるしかないんだよな。かわいい、子供この名前と思ったけど意外とワクワクしている自分がいる。ね、最新話でねあれしてる鶴間先生ですよね。前に進まないと。前に進まないと。これは、一期25話の予告のセリフですね。なんでソリもソリ滑ってんだろう。残り一人、残り一人、残り一人じゃ。よし、まさにクールビューティーとはこのことか。足上げてる感じがいいな。一度待つごめん。一度待つごめん。人に夢を与える。チビタに気持ち悪いって言われるですか。違うか。はいはいって言われるですか。はいはいっていうやつ。一期九話だね。チビだとおでん。欲しかったなこれ。後でストーリーは見よう。というわけで前回の結果はこんな感じでしたと。そして今回いろいろ今回のイベント、もう一回見ないと分かんないな。ミートに会いに。注意。あ、確かこれはお始末なんですよね。誰を押すかによってアイテムが決まるっていうね。とりあえずそのイベントのまだ何もやってないです。今回のイベントはいくつまで集めればいいの？イベントストーリーは、イベントストーリーはどこで解放？あった、1万ポイントで全部解放だな。1万ポイントまで貯めればいいんだな。了解。で今回ちょっとガチャもしたいな。どうしよっかな。イベントポイントが上がりやすいやつこれなのか。つぶガチャは妖怪ガチャ。どうしよう。これあれだもんな。これの違うな。もう二つか。で、イベントポイントが貯まるのか、こっちか。こっちじゃなくてこっちだもんね。おまけ付き、10連で2個。10連25個の、どうしようかな。追加もしたい気はしたいでもないんだけど。どうしよっかな。
一体出てくれればいいんですけどね。ちょっと素で引いてみよう。でも出ないか、2倍とかじゃないから。2倍じゃないもんな。前やってたみたいな。まあいいや、引くだけ引いてみよう。もったいないかな。あと200追加すればいいかな。よし、引こう。いや、引いちゃえ引いちゃえ。ダメでしたまずは宣伝活動から。ほうほうほう。単発じゃ無理か単発じゃ無理だって言いながらもう一回引いてみるというね。ノーだね。おおおどうして被る？せめて別の原始末さんこれ来て。ダメだな。さあ。かわいい。アイテムもらったもんね今。ロイヤルチョコレート。確かさっきスキルが違ったからそっちの方つけてみるか。スキル。うちで保護しよう。これが石神の生産の生産時効 3% 短縮。これを入れ替えて。他そう他ないもんね。スキルアップとかないもんね。入れ替えて。来た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 。バチコーイ。バチコーイ。あと、ミセットなってる。ミセットなっちゃった。俺がいないと始まらないよね。入れ替え。自信ないけど頑張ります。あとどうしようかな。どうしようかな。こっちかな。よし。ふん、俺の出番が来たようだな。で。書いとくか。手に入れたキャラだけ。ここ。いやー毎日毎日寒いね。と。ふん。人に夢をあ。前に進まないと。どこだね。二人そのままだよ。また儲かったじゃん。これで獲得ポイントが増えてるはずだからいいんだよな。これはもらおう。よし。お、まずい。あー、いっぱいになった。いっぱいになっちゃった。満杯になっちゃった。サブ。ここは足りない。そう、全然もう全然やってなかったから放置したよ。スキル発動中。クルーザーの経験値が、あ、40% アップ。いいね。一気に上げてみたいから、これは手伝い募集して、これと
これか。作ってないもんな。あー足りないもの多いよ。これ。ん？ね、なんで？ちょっと待って。あれこの説明あったっけ前？ないよね。押せばポンと出たんだけど、ちょっと手間が増えたみたいだね。多分押しミスがあったからってことかな。押しミスがないようにってことでそこ改善したのかな。今までだったらこう押すだけでポンと出たんだ。はあ、ははあ。あ、どういうこと何にも募集かけてないんだけど。あの、募集ってみましょうか。本来、いつもであれば、あそこの、あの、販売所のところに何か置いて、宣伝してから来るはずなんですけど、ありがとうございます。素晴らしい。すごい、察知して来ていただけたんでしょう。びっくりだ。これ一気に増えたかな。お、一気にストーリー2話に行きましたね。冒頭に見せたんで、じゃあこの2話見てみましょう。今日は本当にありがとう。ダメ。はあ、最後食べたいなって。ダメか。どんな出口で来るんだ。もう嫌な予感がするけど。そう、ここからが本番。死ぬボケ。カラマツオブラブ。熱いハート受けてチョコが溶けてしまった。重始末の真っ当な意見。あ、ミステイク。俺はどうしたって周りを傷つける罪な男ギルトガイ。あ、いったった。痛いよね。でもなんか絡まつか。呼び捨てなんだね。言うよね。高いね、ライジングしてるね。いや、あの、お願いします。お願いします。うん、あ、これ絶対ライジングしてるわ。おあ、止まった。一気に上がるね。よし、行こう。ふん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 。あー、ポテトでしょ。ロールケーキ。あー、ロールケーキ募集。よし、勝負だ。一気に上がるね、これ楽だね。これは楽。ただ今ので順位はどうなったのか。じゃないよな。こっちじゃなくてこの上だよな。サブ。あ、ちょちょ、タダーンじゃなくて引き返しを。あ、こっちからもしっかりできるようになってるんだ。ひいひいひい。今までだと、あ、もうま、もう3万まで。はあ、もうみんな上がってるもんな。
実はこれ収録も結構経ってるんでね。相談相談おりゃコンボが欲しいとはまたえ、エスニャン確か足りないのはポテトだったな。芋いっぱいあるっけ。全然ないし、これ受け取れる。大丈夫しよう。心配寸前なんだけど、ポテトか。これタイミングテンポが悪いからちょっと押しちゃいそうだな。これ普通に4個 OK。 人参が少なすぎ。人参植え直そう。えありがとうございます。すごい。なんか反応するのかな？前に比べて。よし。あ、一気にストーリー3番で見ますね。悪くないと思うけど。ふう、あらまあ、ちょっと待って、マジ何言ってんだこいつ。しこまつぶで、まあ、そんなこと言ってんじゃない。いや、いいと思うけど。しろまつ兄さん、いいわけない。あーきつ。妥協した愛に意味はない。てか何なんだよお前たち。普通に降りちゃダメなの。あちゃー、あざとい。うんうん。あざとさ担当のトッティが言うの。ないわ。なんで、楽しいよ。練習練習。何これ、うまっ。誰こいつって。誰。ああ、エスニャン。待て待て、猫にチョコはあかんで。エスニャンはあかんで。にゃーん、かわいい。かわいいけどさ、どういうこと。これって、うん、これ振りたいより猫を愛してるセリフ。ふん、俺の出番かな。殺す。やめるんだ。行くぞ。聞いてみよう。はあ。どうなんだろう。ありえない。自分たちがまとまった道を受けたら逆に受けるね。さすがドライ。なんで。ああ。はあ。ごくり。うん。次の話か。だろうね。まあ、だろうね。来てるのかな。なんかあった、光ってる。この瓶だ。これを使えばいいんだな。でもこれ動画再生しちゃうよね。大丈夫かな。動画再生しちゃいそうなんだけど、押しても大丈夫かな。20分間 100% アップします。動画再生なので飛ばそうかな、これは。ちょっと再生ボタンを押して一回ストップかな。ですね、動画を再生したところでキャンセルされた上にゲームの動画消されてしまったので。ありがとう。欲しかったんだよ。負ける気しない。ふん、人に夢を与える。うちで保護しよう。アプリ再起動してきました。ただし、ボーナスタイム発動中と出ますがね。
ボーナスタイム発動中なので、今 100% アップ中なんだよな。あ、倍になってる。すごい。わお、わお、わお、わお。わお、わお、わお、すごい。じゃあ、ここはお手伝い募集にして。ここはもらおう。あ、すごい。ポイントすっごい。めっちゃ漏れるんだけど。一気に4000まで上がった。はぁ。へぇー。ミンスカってそういう効果あるんだ。え、すごい。こっちもすごい。ありがとうございます。機能が良くなったのかな。イベントキャラなくてもいけるんじゃない結構。うわ、めっちゃもらえる。いちご。よいしょ。あとバーガーね。あ、イベント来た。4話。ごちそうさまでした。おかわり。あっぶね。あぶね。これでこそ重始末。おかわりっていうか、重始末すぐ食べちゃうだろうな、チョコもらっても。いや、ちょっと待って、どういうこと。いいか。出てればいいんじゃないか。いや違う。まあね、いい感じ。ちゃんと反省しなよ。うんうん。へえ。うん。かわいい。ね、聞いてよ。うわあ、うわあ、だと。おま。ああ。わあ、ずるいよね、これ。あ、いいね。やめて。中止めでそのますみたいに言ったら、むしろホラー。楽勝楽勝。お前らよく見とけ。ブラザー。うん。アナスさん。どうかな。ちょっと気になってることがある。使うのかな。例えば押してバーガーをあえて作ろうとしてみる。確かこっちだよね。パンがない。パンがない。パンがないから、おっと、これがない。麦は3つだな。負ける気しない。ちょっと手間だったな。それもいいポイントか。4つ。1、2、3、4。また儲かったじゃん。で、これを、これが手に入れるでしょ。これも手に入れるでしょ。はい、行きましょう。さあ戻ってみると、間に合ってないじゃん。ありがとうございます。あー、なるほどね。でもこの塩いいね。皆さんのおかげで、はい、7000。めっちゃ早いね。これはピザかな。芋は、
今は上、上よ上でもなんとかなるでしょ。で、埋めてる間にチラ早い早っへぇ面白いあ、芋にかかるな、結構おりゃちょっとピザも無理だったな。ピザはうーん負ける気しない。どっちみちダイヤ使ってたからいった。ボーナスタイムいいね、結構使ってね、使って一気に貯めて、ここまでで結構上がったはず。あー、一気に2、あーほーほー、早い早い。あとこれストーリー数解放したいなだったらよし、ちょっとズルしよう。あ、でも負ける気しない。無駄かな。あ、でももったいないな。儲かったじゃん。相談があるんだけど。ちょっともったいないか。6でしょ。いや。いや。負ける気しない。やっちゃえ。やっちゃえ。真似しないでください皆さん。これは真似しないでください。悪い例ですからね。ニンシーローハート12。しかももっとだね。これでいけるか。おりゃ今の数20。あ、18だからいいんだ、足りてる。よし、こうなったらもう一気に見ちゃおう。それはまずいな。卵。最後のはまずいな。負ける気しない。肉。よし。人参が今。いやー、毎日毎日寒いね。あともうちょっとだ。お早い。ありがとうございます。一気にストーリーを解放します。初めてだな、これ最初に見るの。まずいよ。食事でもらえなかった時はどうするの。嘘。ふっ、一言だけ言っておく。何やってんのこれ。うんうん、うまいうまいって、なんか食べてんのか。うん、逆だよね。ありえん。数時間後。よいしょー。ん？おかしいよ。ふん、凍え死にそうだ。え？嘘だろ。ん？あれ？出始末もしかして。え？やれやれ。もらったのどういうこと？なんで？なんでそこまで元気ないの？アンダースタン？人生難しいね。うん、あーなるほどね。逆にマジかよ。バイト先のここからもらえなかったの。ほんとくだらないよね。うん、あ、まあこんなもんか。これはやばい。あー、おそ松兄さん、アーメンだなこれ。一気にストーリー解放しちゃいましたね。バーッと見ちゃいました。
最後にちょっと、推しにあげとこうかな。失礼します。おりゃー、うわうわ、何これ、一気にあげればいいのかなこれ。いや、こっちはいいか、こっち、あーなるほどね、こっちでポチもらえると。モットの方で、モットの方にあげればいいのか、どっちをあげればいいんだ両方あげるべきなんだけど。ありがとう、くだい、ありがとう、くだい、さよなら、ほーん負ける気しない。じゃあこっち1個あげてみるか。ありがとう、くだい、ありがとう、くだい、さよなら、ほーん。推しポイント1、これでもらえるとね。はあうわ、でもこれ偏りそうだな上げてくのか。これでもらえるんだよな、引き換えで。しっかりもらえるのは違うのか、それはあっちの方か。なんかいろいろ増えたからね、あんまり分かってない。うん、分かってないことが多いな。結構これ解放しよう。スカウスでした。いやスカウスでしたよ、ごめん。いいの、やったらっけー、ふぅそしたら醤油ラーメン、よし、わかった。餃子と餃子一緒だと。エビチリ頼みすぎじゃない。いや、ちょっうわ、嘘だろ。大食感だな、おそ松にさ。やはーはー、え泣いてる泣いてる。たーん、麦とお肉と醤油。ほうほう、なるほどね。まだラーメンまでは先と、あと 1レベル上げ必要あるのか。なるほど。全然紹介できてないんですけども、多分これ以上やると多分長くなっちゃうので、とりあえずストーリーは解放しましたと。ストーリー解放して、あとは、あ違う、こっちのイベントはもう終わったから上よ。タスフォッシュ、まあもうちょっとはあげたいかな、もうちょっとあげたいと思いますので。なるほどね。というわけで今回はここまで。